かって体重が増えて、でそこからのほうがちょっと体重が減ってしまうので、シムシムって何でも多分ね、24、今日は朝はまだ食べさせてないんですけど、夕べから今朝にかけてはシムシーは1グラム、ペレットが2グラム、なにそんな勢いよく、僕は割と良くなってきてもいいですか、よく動いてますか、うん、あの遊んでほしいって出てくるぐらいですから。あ、なるほど、うん、まあでも足りん分をさもらってるからだよね。そうですよね、うん、ごめんね、うん、お腹触らせてもらおうかな。あえてちゃん、お腹触るの、なんか柔らかい。今日は朝はまだ、あ、そうか、やってないもんね、やってないからやってなくな、ないのに硬いとかあるのかだと、まあ、怖いですよね。スーパーライザーをじゃあ貼って準備します。先生、ご飯なんですけど、うん、あの今極みをミックスさせてます。あ、はい、で今あの、まあチンセレが2の、極みが1、はい。それ逆転させたらダメですか？なんかカー君ものすごい入れた方がもっと欲しいっていうになっちゃうので。いいです、逆転させて。逆転もいいです。うん、逆転させてみてください。わかりました。嬉しいか、嬉しいか。まちちゃんも昨日入ったぞ。ねえ、入ってましたよね。まちちゃん入ったぞ。そこ。タンクもちょっと見せて。いいな、もんけ。フラちゃん壺の中に今います。砂はない。そこのその壺の中には砂はないけど、うん、隠れ家が欲しいみたいで、飼い主さんが。なるほどね。でご飯野菜とか食べるときはいいみたいな。いいですか。いいです。すいません。せっかく。はい、後でね。そらちゃんはね、本当は木のやつがいいんだけどさ、うん、めちゃくちゃ食べちゃうんですよ、木だと。ああ、なるほどね、うん。普通のこのかじり方じゃないみたい。そうなんですね。そうそう。だから、なんかマットをなんかバラバラにするとか。そう、マットはバラバラにするね。例えば、うん、これ誰もさ、入れるもんならあっという間に食べちゃう。おお。それだけ歯がしっかりしているってことですよね。そうなんですよね。でも隠れたところもあった方がいいかなって言ってみたら、うん、やっぱりそれぞれみんな個性ありますね。違いますね、うん、なんかまっちゃん本当におっとりした感じでね。でもなんかよく怒ってますよね、診察とか乗ってるとき。診察は、ね、嫌いなんですから、うん、でも部屋で触られる分には触ってほしいんですよね。でなんかすごい先生にすごい懐いてましたよね、コリコリって言ってね。看護さん待ちですって待ってます。
隠れるかな。なんかララちゃんは出たいんですね。なんか外に見てるといつもなんか外に出たがってますよね。そうそうそう、見てますね。そうなんですよ。そう出たいんですよ、あの子。ねえ、出たくて出たくて。だいぶ食べるようになってきてるから、あの子もうじき退院になりますね。うん、ララちゃん、よかったよかった。ね、ただね、あの栄養補助ができないから、まあどうしても無理だっては。何回も練習はしてもらってるんだけど、それでもまだダメですか。なんとか薬だけは飲ませれる。でも食べれないのどうするんですか。いやだから、ほどほど食べれるようになって、体重が減らなくなってきたところで、最近ほんと食べるんですよ。5g はペレット食べるし、 5g で1日 10g か。チムシがね、でもそれでもちょっと食べるようになって、3回4ぐらい食べるようになってきたかな。キューブも食べてましたよね。そうそう、チムシキューブも食べますね。あれ、おやつ。おやつ。うん。チムシキューブね、そんなに繊維多くないんですね。あれ見させてもらったら。あ、そうなんです。ありがとう。でもおやつ感覚であげてます。はい。ごめんね、先にじゃ。同じぐらいの。はい、ごめんね。